アイユー部長は12世紀から13世紀にかけてエジプト、シリア、イエメンなどの地域を支配したスンナ派のイスラーム王朝。シリアの残ンイ朝に仕えたクルド系軍人のサラアフティーンを王朝の創始者とする。1169年にエジプトを支配するファーティマ朝の最小に就任したサラディンは残ンや差から事実上独立した政権を樹立する。サラディンは アッパース長のカリフの権威を認め、支配の正当性を主張して、マリックを称した。ファーティマ長の実権を握ったサラディンは独自の政策を立案したため、後世の歴史家はサラディンが最小の地位に就いた1169年を、アイユー部長が創始された年とみなしている。サラディンの死後、国家の領土は各地の王族たちによって分割され、ダマスカス、アレッポ、リアルバクルには、 反独立の地方政権が成立した。アルイコールアーディル、アルカーミル、アイコールサーリーフラ有力な君主の時代には一時的に統一が回復され、彼らはカイロで政務を取った。1250年にマムルークのクーデターによってカイロのアイユーブ家の政権は滅亡し、シリアに残った。 地方政権も1250年代後半から中東に進出したモンゴル帝国とマムルーク朝の抗争の過程で消滅した。12世紀前半、アルメニアに居住していたクルド人のシャージーは、ナジムッティにアイユーブとシールクーフを連れてイラクに移住し、セルジューク朝の下でバグダードの軍事長官を務めるビフルーズに仕官した。シャージーはティクリートの上司に任じられ、 彼の死後はアイユーブが、ティクリートの城主の地位を継承した。1131年に、セルジューク朝のスルターン・マフムード2世位が没した後に、王位をめぐる内戦が起こり、この戦争の中でアイユーブは敗走するモースルの領主、イマードッティーン・ザンギーに助けを与えた。1137年、38年にアイユーブは、ビフルーズの命令で、ティクリートを追われるが、城を失った日の夜に、 アイユーブの妻は男児を産み、生まれた子供はユースフと名付けられた。ティクリートを失ったアイユーブは、弟のシールクーフと共に、モースルのザンギーの元に逃れ、ザンギーから迎え入れられた。アイユーブは、シールクーフと共にザンギー配下の軍団の司令官に命じられ、1139年にはバールベックの知事に任命された。1146年にザンギーが没した後に、バールベックは、 セルジューク朝のダマスカス総督の攻撃を受け、アイユーブは、現金、領地と引き換えに降伏した。1152年に14歳になったサラディンは、アイユーブの元を離れ、ザンギーの子で、アレッポを支配するヌールティーン・マフムードに仕官する。サラディンは、ヌールティーンからイクターを与えられ、彼に禁じした。ヌールティーンがダマスカスへの進出を試みたとき、ダマスカスに居住していたアイユーブは、 ヌールッディーンに仕えていたシールクーフと連絡を取り合い、1154年にヌールッディーンはダマスカスの無血会場に成功した。ダマスカスの会場後、アイユーブはヌールッディーンに協力したことを評価されて、ビクターとダマスカスの支配権を与えられ、引き続きダマスカスに泊まった。1165年当時の中東の勢力図、ファーティマ朝が支配するエジプトに派遣されたサラディンは、 エルサレム王国と数度交戦した。1163年、エジプトを支配するシーア派の国家ファーティマ朝の最小、シャーワルは、政敵のディルガームとの戦いを有利に進めるために、ザンギー朝に援助を求めた。翌1164年4月に、ヌール・ティーンは、シール・クーフを司令官とする遠征軍を派遣し、遠征軍の幕僚にサラディンがつけられた。シール・クーフは、 ビルベースでディルガムに勝利し、シャーワルを最小に復職させた。だが、シールクーフを恐れるシャーワルは彼にエジプトからの撤退を求め、十字軍国家、エルサレム王国のアモーリー一世に援助を求めた。8月からシールクーフの立てこもるビルベースは、エルサレム軍とエジプト軍の包囲を受け、11月に和議が成立し、シールクーフとアモーリー一世はエジプトから撤退した。 1167年にシールクーフとサラディンは再びエジプト遠征を行うが不成功に終わり同年8月に和議を結んで撤兵する。1167年の和議に際してシャーワルはエルサレム王国に功能と引き換えに援助の約束を取り付けるがファーティマ朝のカリフ・アーディドや民衆はシャーワルの方針に不満を抱きシャーワルを排除する計画が巡らされた。 さらにエジプトは十字軍の攻撃を受け、フスタートが十字軍によって制圧されることを恐れた。シャーワルはフスタートに火を放ち、フスタートは焦土となった。シャーワルと敵対する派閥の人間は、ヌールティーンに支援を求めた。1168年12月にシールクーフとサラディンは、アレッポを立って3度目のエジプト遠征を行い、シールクーフの進軍を知った。 アモーリー一世はパレスチナに撤退する。翌1169年1月にシールクーフ軍はカイロに入場し、シャーワルはアーディドの命令によって処刑される。シールクーフはシャーワルに代わるファーティマ朝のワズイル軍司令官に就任するが、1169年3月にシールクーフは休止し、サラディンが最小職を継承した。最小に就任した後、 サラディンはマリク・アルナーシルの称号を使用する。一方、ヌール・ティーンはサラディンがエジプトで半ば独立した政権を樹立したことに大きな衝撃を受け、エジプトのアミールの中にもヌール・ティーンの呼びかけに応じてシリアに帰国した者以外にサラディンに従ってエジプトに泊まる者が現れる。ヌール・ティーンはエジプトでスンナ派の様式に則っ,った礼拝を行うよう求めていたが、 サラディンはシーア派に対して慎重な姿勢をとっていたため、ヌールッティィンの再疑心をかきたてたと言われている。サラディンはエジプトに泊まった兵士の中から、クルド人とトルコ系のマムルークを選抜し、サラディンの名前にちなんでサラアヒーヤと呼ばれる軍団を新たに編成した。ファーティマ朝に仕える黒人宦官のムータミンがアルフィラはサラディンが、ファーティマ朝の軍人から没収した土地を、 自身の配下に授与していることを危ぶみ、十字軍勢力と結託して反乱を企てたが、陰謀を察知したサラディンは事前に、ムルタミンを処刑した。1169年8月、ムルタミンの処置に反発したファーティマ朝の残児は、カイロ市内で放棄し、サラディンは残児の反乱を鎮圧し、彼らの勢力を一掃する。サラディンは、 エジプトの大カーディからシーア派の人間を外して、スンナ派のイブがアルダルバスを抜擢し、エジプト各地のカーディをシーア派からスンナ派の人間に入れ替えた。1171年9月4日、サラリンは、スタートのモスクで行われる金曜礼拝でふとから、アーディドの名前を削って、アッパース朝のカリフムスタディの名前を入れることを命じ、エジプトにおけるスンナ派の復活を表明した。 9月10日には、カイロの金曜礼拝でも、同様の言葉が読み上げられ、エジプト各地でスンナ派の復権は、受け入れられた。同年9月15日に病床にあった、アーディドは没死、ファーティマ朝は滅亡する。サラディンの下で、ファーティマ朝時代に課されていたマックスは撤廃され、民衆からの支持を集める。また、イスマー・イール派の教育、研究機関を排除するために、 ファーティマ朝のカリフ・ハーキムによって建設された図書館に収蔵されていた書物が売却された。1190年当時の中近東の勢力図。ピンクで示されているアイユーブ朝の領土は、木のアルメニア王国に接し、緑で示されているアンティオキア公国とトリポリ白国を囲んでいる。ヒッティーンの戦いエルサレム会場をめぐるサラディンと、キリスト教徒の交渉サラディンは、 兄弟のトゥーラーン・シャーを司令官とする遠征軍を近隣の地域に派遣し、1173年にヌビア、1174年にイエメンを征服して支配領域を拡大する。1174年5月にトゥーラーン・シャーの軍隊はザビードに到達し、翌6月に国際貿易の拠点となっていたアデンを占領した。イエメン遠征が実施された理由には諸説あり、 ヌールッティーンのエジプト攻撃に備えた土地の確保、公開貿易の拠点の確保などが挙げられている。ファーティマ朝の残党は、エジプトの兵士の一部がイエメン遠征に従軍し、サラディン配下の騎士が徴税のために、自分たちのイクターに戻る機会に乗じて、反乱を企てたが、計画は事前に露見し、1174年5月に反乱者は逮捕、処刑された。また、 1174年5月には、ヌールッィーンが没し、サラディンとヌールッィーンの衝突は未然に終わる。サラディンは、表面上は、ヌールッィーンの後を継いだ、サーリーフの創始権を認め、シリアに残った、ザンギー町の領土の併合に取りかかる。1174年10月末、サラディンは、ザンギー町の最小アルムカタムの将兵を受けて、ダマスカスへの無血入場を果たし、 市民から歓迎を受けた。一方、アレッポではサーリーフを要する将軍、グムシテギ員ンがサラディンに敵対する人間を急合しており、11月にサラディンはアレッポに向けて進軍する。サラディンはザンギー町の王族と十字軍勢力両方からの攻撃に苦戦するが、1175年春にエジプトからの援軍と合流し、ザンギー軍に勝利を収めた。同時に、 バグダードのムスタディから、サラディンのエジプトシリア支配を承認する文書が届き、サラディンは、フトバと、ヘイから、サーリフの名前を除き、代わりに、自身の名前を入れて、ザンギーやサカラの自立の意思を公にする。1176年9月にサラディンは、ダマスカスでヌールッティーンのカフ・イスマト・アッティーンとの結婚式を挙げるが、 この婚姻には、残ギー長の正当な後継者であることを示す意図があったと考えられている。結婚式を終えたサラディンは、カイロに戻り、エジプトの統治に取り掛かった。1178年にサラディンは、残ギー長に、領土の返還を要求するルームセルジュー区町の軍を破って、南進政策を押し、北方からの脅威を立った。サラディンは十字軍勢力の支配下にある際だ。 ベールとキリキアアルメニア王国を攻撃し、アッバース町のカリフからザンギー町の王族がよるモースルの支配権を承認された。十字軍との戦争に備えた艦船が増強と兵力の点検の後、1182年5月にサラディンはエジプトを立ってシリアに侵軍する。1182年9月にジャズイーラに到着したサラディンは、 現地の領主に基準を進める手紙を送り、モーソルの残議委長の支配下にあった領主は次々にサラディンに降伏した。しかし、モーソルを支配する残議委長の王族マスウードに、IU 部長の主権と対十字軍戦への参加を認めさせることはできなかった。1183年6月にアレッポが IU 部長の支配下に入ったことで、シリア内陸部が統一され、 1186年にマスウードがアイユーブアサエの侵入を受け入れたことでモースルの併合が達成された。1187年初頭、サラディンは数度にわたって和平協定を犯したカラクノルノード・シャティオンの配信行為を批難し、3月にジハードを宣言した。7月4日にヒッティーンでサラディンはエルサレムをリード・リュジニアンが率いる十字軍と交戦し、勝利を収める。 ベールとサイダなどの都市がアイユー部長の支配下に入り、9月までに地中海沿岸部のシリア諸都市の多くがイスラーム勢力の下に置かれた。9月20日からサラディンはエルサレム包囲を開始し、ミノシロキンと引き換えにエルサレム住民の安全を保障することを条件としてエルサレムの会場が取り決められる。10月2日にサラディンはエルサレムに入場し、岩のドームでは イスラームの礼拝が行われた。1ヶ月の間サラディンはエルサレムに滞在して町の治安を回復し、十字軍が使用していた施設をモスクやマドラザに改築した。カトリックの信者はエルサレムから追放されたが、東方正教の信者は町に残り、十字軍時代に町から追放されていたユダヤ人が帰還した。エルサレムを攻略したサラディンはスール。 アッカーを攻撃するが十分な成果は上げられず、カリフナーシルからはサラディンを避難する書簡が届けられた。エルサレムが、IU 部長の占領下に置かれた後、ヨーロッパでは、イングランド王リチャード一世、フランス王フィリップ二世、新生ローマ皇帝フリードリヒ一世による十字軍の派遣が決定された。フリードリヒ一世は公軍中に沈没し、1191年7月末に、 フィリップ2世がフランスに帰国した後、サラディンと最後に残った、リチャード1世の戦闘は1年以上に及んだ。サラディンとリチャード1世の戦闘は、膠着状態に陥り、1192年9月2日に和平が成立した。和平に伴って、ヤッファイ北の沿岸部は十字軍、アシュケロン以南はイスラム勢力が領有する取り決めが交わされ、キリスト教巡礼者のエルサレム入場が許可された。 1192年11月にサラディンはダマスカスに外戦し、翌1193年3月4日に没した。サラディン死後の IU 部長の支配範囲サラディンの長子であるアル・アフダルが彼の後継者になると思われていたが、ロードは IU 部長の王族によって以下のように分割され、それぞれの地域を治める人間が配下の軍人にイクターを授与する体制が敷かれることになった。 アフダルは、バグダードのナーシルに、自らの支配の正当性の承認を求めたが、回答を得られず、やがてアフダル配下のアミールはアジーズを支持するようになる。1194年春、アジーズは、君主権力の象徴であるフトバトカヘイに名前を入れる、権利を譲渡するようにアフダルに迫り、両者は武力衝突の寸前に至る。それぞれが、 従来の領土を保持する条件で妥協が成立したが、各地の王族は独立した政権を樹立し、IU 部長は事実上分裂した状態に置かれることになる。一方、IU 部長の内紛を生還していた中東の十字軍勢力は1195年末からエルサレム奪回の準備を進めており、リチャード一世が結んだ休戦協定の執行を待っていた。また、ヨーロッパでは、 再度の十字軍の実施が提唱され、1197年に、新生ローマ皇帝ハインリヒロクセイが派遣したドイツ十字軍が、アッカーに上陸する。ベイルートなどの沿岸地域の主要都市を奪回した十字軍勢力は、シリア内陸部への攻撃を試みるが、イタリアに滞在していたハインリヒロクセイが病死したため、再び、アイユー部長と十字軍の間には役が結ばれる。 十字軍の攻撃に前後して、カラクのアーディルは、サラディンの息子たちの不安に乗じて、エジプトシリアで勢力を拡大していく。1196年7月にアーディルは、アフダルをダマスカスから追放し、1198年11月に、アジーズが狩猟中に、事故死を遂げると、彼の領地であるエジプトを、勢力下に収めた。エジプト支配を確立したアーディルは、一族間で優位に立ち、 サラディンが帯びていなかったスルターンの称号を使用するようになる。アーディルと彼の地位を継承したスルターンたちは、対立する相友部長の小王族や十字軍勢力との間で複雑な駆け引きと政治を展開した。第4回十字軍によって1204年にラテン帝国が建国された後、アーディルはベネツィアやピソなどのイタリア半島の都市国家との通商関係を継続するため、 ラムラとナザレを十字軍勢力に割上する。1204年と1212年の二度にわたって、IU 部長と十字軍勢力の休戦協定が更新されたが、ローマの教皇庁では中東遠征の再開が検討されていた。アーディルは東方に存在する十字軍勢力に干渉を行わず、1218年に第5回十字軍が実施された当初も、 戦争の回避を考えていた。アル・カーミルとフリードリヒ2世の談。岸1218年8月24日に、エジプトの公安都市ダミエッタが十字軍によって、包囲され、8月末にアルイコール・アーディルは、カイロで没する。アーディルの死後、彼の息子たちが領土を分割して相続し、アル・カーミルが、エジプト、アル・ムアッザムが、ダマスカス、アル・アシュラフがメソポタミアを支配した。 そして、ホムス、ハマー、イエメンには、アーィル一族以外のアイユーブ家の人間が、拡挙していた。ダミエッタの返還を望むカーミルは、エルサレムとサラディンが獲得した、真の十字架の返還、すべての捕虜の解放などの条件と引き換えに和平を、提案する。十字軍内では和平を受け入れるか否かで議論が、交わされ、数奇教ペラニウス、テンプル騎士団。 西洋羽騎士団の意見が勝って、提案は跳ね付けられ、戦争は継続された。1219年11月にダミエッタは、陥落。1221年夏に十字軍は、ダミエッタを立って、進軍を再開した。一方、メソポタミアのアシュラフ、ダマスカスのムアッザ村地方の王族はホムスに集まって十字軍への、対応を協議し、エジプトの救援に向かった。 1221年8月に十字軍は進軍中にナイル川の反乱に巻き込まれて壊滅し、エジプト軍は壊滅した敵軍に追撃を行って勝利を収める。8月30日に両軍の間で和平が結ばれ、翌9月にダミエッタはエジプトに返還された。カーミルはアーディルの政策を継承し、対外平和と国内の再統一を推し進めた。カーミルの知性には、 農業、考えが重視され、ヨーロッパ諸国と通常協定が締結される。領内のキリスト教徒は、厚い保護を受け、コプト正教会ではカーミルは、歴代のエジプト君主の中で最も情け深い、人間として見なされるようになった。1226年に、ホラズム社長のジャラール・ティーン・メングベルディーが、メソポタミアに侵入した際、ダマスカスのムアザムは、カーミル、 アシュラフラタの王族に対抗するため、ジャラールティーンに好意的な態度を示した。一方、ヨーロッパ世界では1225年に新生ローマ、皇帝フリードリヒ2世がエルサレム王位の継承権を獲得し、フリードリヒ2世はエルサレム王国での領主権を確保するため、十字軍の実施を制約した。一方、カーミルは関係が悪化した。 ダマスカスのムアッザムに対抗するため、フリードリヒ2世との同盟の締結を試みた。カーミルとフリードリヒ2世は書簡を通して学問的な議論を行い、カーミルは動物学に深い関心を持つフリードリヒ2世に熊、猿、ヒトコブラクダ、像を送った。1229年2月に、ヤフファで、双方の宗教的寛容を条件とする十字軍への エルサレム返還を約束する協定が締結され、エルサレムではイスラームの礼拝が続けられた。十字軍国家の貴族と騎士団はフリードリヒがエルサレムの返還以上の成果を上げなかったことに失望していたが、カーミルの行動もイスラム勢力から裏切りとして非難を受けた。ムアツアムの後を継いで、 ダマスカスの支配者となったアルナーシルダーウードは自身の支配下にあるエルサレムの譲渡に抵抗したが、カーミルはダーウードをカラクに追放し、ダマスカスを支配下に置いた。ダマスカスはアシュラフに譲渡され、その代償としてカーミルはアシュラフが支配していたメソポタミアの都市を獲得する。IU 部長が十字軍勢力との構想に軍事力を集中している間、イエメンのアルマンスールーマルが イエメンで起きた反乱に乗じて、アイユーブ朝からの独立を企て、1229年にザビードでラスール朝が創設される。1241年42年にはラスール朝によってメッカからアイユーブ家の勢力が一掃された。1230年にアイユーブ家の支配下に置かれていたヒラートがジャラールティーンによって占領された後、アシュラフは、 ルームセルジューク長と同盟し、エルズインジャン近郊の戦闘で、アイユーブ長、セルジューク長の連合軍はジャラール・ティーンを撃破する。1231年、モンゴル軍の侵入に苦しむカリフ・ムスタンスイルは、イスラーム諸国に救援を要請した。メソポタミアのアイユーブ長の領地もモンゴル軍による略奪の被害を受けていたため、カーミルは、メソポタミア遠征を決意する。 モンゴル軍がヒラートから退却したことを知ったカーミルは、進軍を中止し、進路を変えて、イスラームの領主マスウードが統治するリアルバクルを、包囲した。1232年10月に、リアルバクルを占領したカーミルは町を、このアイコールサーリーフに与え、さらにヒスンカイファを攻略して、遠征を終えた。他方で、アシュラフは、ダマスカスに安定した支配を確立し、 アシュラフとハイカの将軍たちは、エジプトのカーミルからの独立を企てた。緊張した情勢の中、1237年8月にアシュラフは没死し、4ヶ月後に彼の兄弟である、アイコールサーリ・フイスマー・イールがダマスカスを継承する。カーミルの死後に、国家の統一は再び失われ、王朝は衰退に向かっていく。1238年にカーミルが没した後、 アイコールサーリフとアルイコールアーディルニセイの兄弟によって国土が分割され、ヒスンカイファのサーリフはカイロでするターンを称した弟のアーディルとエジプトの支配をめぐって争った。1238年12月にサーリフはダマスカスを占領するが、1239年9月にダマスカスはイスマーイールに脱回され、アーディルの逮捕を阻もうとするカラクのダーウードによって、 拘束される。また、1239年11月にダーウードはエルサレムに奇襲をかけ、街をイスラーム勢力の手に回復する。翌1240年にダーウードから解放されたサーリフは彼と同盟を結び、5月にアーディールを廃してスルターンに即位する。1240年代初頭、サーリフはかつてのアーディールの支持者に報復を行い、 ダマスカスのイスマー・イールとの関係を改善したダーウードと対立した。サーリフ、イスマー・イールらはライバルに対抗するため十字軍との同盟を計画する。ダーウードも他の競争者と同様に十字軍勢力に同盟を持ちかけ、1243年に同盟の条件としてエルサレムを十字軍に返還し、町からイスラームの宗教化を引き上げさせた。 1244年にサーリフはシリアに逃れた、コラズムシャー朝の移民と連合して、エルサレム後遺戦、ラフ・ホルビーの戦いで十字軍勢力に相次いで勝利を収め、エルサレムを再び支配下に置いた。サーリフは多数のマムルークを購入し、1241年2月にナイル川のローダ島に彼らが居住する兵舎を建設する。ローダ島で暮らすマムルークは、 川のマムルークを意味するバフリーマムルークの名前で呼ばれた。1249年にフランスをルイ9世が率いる十字軍がダミエッタに襲来し町を占領下に置いた。十字軍の襲来時に病床にあったサーリフはエルサレムの返還と引き換えに十字軍のダミエッタからの撤退を提案したがルイ9世はサーリフの提案を拒絶しサーリフはマンスーラに移動して 迎撃の体制をとった。同年10月にサーリーフは母子、サーリーフの子であるムアッザムトゥーラーンシャーが中東先のメソポタミアからエジプトに帰国するまでの間、サーリーフの家父、シャージャルアイコールドゥルが代理で政務をとった。サーリーフの死を伏せるために一定の時刻に食事と薬が 病室に運び込まれ、偽のサーリーフの署名がある命令が発せられた。フランス軍はダミエッタからマンスーラに進軍するが、2月9日に将軍バイバルスが率いるバフリーマムリューク軍団が、マンスーラの戦いで十字軍に勝利を収める。2月にトゥーラーン・シャーはエジプトに帰国し、シャジャルア・イコールドゥルから国政を譲渡される。4月7日に追い詰められたフランス軍は、 エジプト軍に降伏し、捕虜となった、ルイ九世は、マンスーラの邸宅に拘留された。即位した、トゥーラーン・シャーは、義母のシャジャルアイコールドゥルに敵意を表し、バフリー・マムルークを投獄、免職して、直属の部下を養殖に投与した。シャジャルアイコールドゥルと、バフリー・マムルークは、トゥーラーン・シャーの殺害を共謀し、1250年5月2日に、 トゥーラーン・シャーは暗殺され、エジプトのアイユーブ家の政権は滅亡する。トゥーラーン・シャーの死後にシャジャルアイコールドゥルを君主とする政権が、樹立され、マムルーク長が成立した。また、囚われていた、ルイ旧姓は、トゥーラーン・シャーゾン命中の合議に従い、全兵士の撤退と、身の白金の支払いと引き換えに釈放された。 1257年のアイユーブ家の勢力図シリアパレスチナに侵入したモンゴル軍のシンドマムルーク朝の成立後、シャジャルアイコールドゥッルに敵対するマムルークはアレッポのアイユーブ王族アルナーシルユースフに援助を求めた。1250年7月にダマスカスに入場したナーシルは市民から熱烈な歓迎を受け、ダマスカス、アレッポと近辺の都市を勢力下に組み入れた。 ナーシル以外のシリア各地のアイユーブ朝王族も独立を図り、エジプトシリアはマムルーク政権とアイユーブ家の人間によって分割される。シャジャルアイコールドゥルからスルターンの地位を譲られた、夫のイッツッティームアイバクはアイユーブ家との関係の改善を図り、アイユーブ家の王子アルアシュラフムーサーを共同統治者としたが、効果はなかった。1250年9月に、 エジプトを攻撃したナーシルはマムルーク軍に敗北し、1251年2月のサーリヒーヤの戦いでは多くのアイユーブ家の人間がマムルーク軍の捕虜となった。アイバクはアイユーブ家の残党,残党が残るシリアへの進軍を企てたが、モンゴル帝国の侵入にさらされたカリフ・ムスタースイムはイスラームの統合を提唱し、1253年4月に アイユーブ家とマムルーク政権の講和が成立する。講和の取り決めにより、エジプト、エルサレムを含むヨルダン川異性、ナーブルス以南の地域がマムルーク政権の支配下に、その他のシリアがナーシルの支配下に置かれた。また、アルイコールアーディルニセイの子であるアルムギース・マルが、カラク、シャウバクで自立した政権を自立した。1258年に、 バグダードのアパース朝が滅亡した後、ナーシルはこのアジーズをモンゴル帝国のフレグのもとに派遣して、功能を行ったが、フレグはナーシル自身が出頭しなかったことを質問した。メソポタミア北部がモンゴル軍によって征服される事態に至り、ナーシルはこれまで敵対していたマムルーク政権、カラクのウマルと講和し、対モンゴルの同盟を締結する。1260年初頭に、 アレッポ、ダマスカスが、モンゴルの支配下に入り、アレッポで、モンゴル皇帝、モンケ法御の報告に接したフレグは、ペルシアに帰還した。マムルークの指導者であるムザーフ・ファルクトゥズはナーシルを、警戒して、彼の配下の将軍を調略して、エジプトへの入国を拒み、ナーシルは、移動先のトランスヨルダンで、モンゴルの将軍キト部下によって捕らえられる。親族と共に、 タブリーズに護送されたナーシルはフレグに面会し、フレグからシリアの領有を約束された上でダマスカスに移動した。ダマスカスへの移動中、ナーシルはフレグが派遣したお手によって他のアイユーブ家の王族と共に殺害され、ナーシルのこのアジーズだけが除名された。1260年のアインジャールートの戦いでモンゴル軍に勝利したマムルーク長は、 イスラーム世界で格好たる地位を築いたが、反対に、アイユーブ家の権威は低下し、アイユーブ長の衰退は決定づけられる。1262年に、アイユーブ家の一員である、アルアシュラフムーサーが没した後、バイバルスは、彼の領土である、ヒムスを併合した。ナーシルが、キトブカに捕らえられた頃、ウマルは、このアジーズをフレグの元に派遣して、神獣を申し入れた。 1263年に、マムルーク朝のスルターン・バイバルスは生まれを、フレグと内通した罪状で処刑し、カラクを支配下に編入した。ハマーを統治するアルマンスールは、モンゴルの侵入に際して、当初からマムルーク軍と共に戦っていたため、ハマーの分家は、マムルーク朝の支配下で存続し続ける。1299年に、最後のハマーのアイユーブ家領主が没すると、 ハマーは一時的にマムルーク長の直接支配を受ける。しかし、スルターン・ナーシル・ムハンマドの援助を受けて、1310年に著名な地理学者、著実家として知られる、アブルフィダーを当主として、ハマーの愛勇武家は再興される。1331年にアブルフィダーは亡し、彼の子である、アルイコール・アフダル・ムハンマドが後を継いだ。マムルーク長のスルターンからの指示を失った。 アルイコールアフダルムハンマドは1341年にハマーの支配者の地位を追われ、ハマーは正式にマムルーク朝の支配下に置かれた。アナトリア半島南東部のヒスンカイファはアイユーブ家に属し、フレグの子孫が支配するイルハン朝の下で1330年代まで独立を保ち続ける。イルハン朝の衰退後、1334年にヒスンカイファは ある特徴の攻撃を受けるが勝利を収め、ある特徴からチグリス川の左岸部を獲得した。14世紀のヒスンカイファのアイユーブ家は、マムルーク朝とドゥルカディル公国に侵入する一方で、居城を回収して存続していたが、16世紀初頭にヒスンカイファは、オスマン帝国の支配下に組み込まれた。ザンギー朝と同じく、アイユーブ朝の軍事、 政治体制は、セルジューク朝で実施されていたマムルーク制度と、イクター制度を継承し、より発達させたものだった。ワズイール・やカーディが、文官、ハージブが、軍人の頂点に立ち、それぞれ君主を補佐していた。軍の主力は、クルド人とトゥルク系のマムルークで構成され、大規模な戦争の際には、トゥルクマーンやアラブ遊牧民も召集された。 後世のマムルーク朝時代の軍隊と比べると、指揮系統の組織化は発達していなかった。1187年のヒッティーンの戦いでは、マムルークが大きな役割を果たし、サラディンの死後に各地の領主は勢力を保持するために、自己のマムルークを購入した。危機に際して、クルド人兵士が逃亡し、マムルークたちは自分の周りに残った即位前の経験から、 アイコールサーリーフはマムルークたちの忠誠心を高く評価し、サーリーフの時代にバハリーマムルーク軍団が設置された。強大な勢力を持つようになったマムルークたちは、サーリーフのこのトゥーラーンシャーを殺害して、事故の王朝を創始し、エジプトシリアから十字軍勢力とモンゴル軍を駆逐する。また、ファーティマ朝時代には、残ュが一定の勢力を有していたが、 1169年8月にサラディンによって残寿の放棄が鎮圧された後、彼らの勢力はエジプトから一掃された。サラディンはオジシールクーフの土地政策を拡大し、1169年の初夏にファーティマ朝の軍人が所有していた土地を没収し、シリアから引き連れてきた騎士たちに、イクターとして分配した。 ファーティマ朝の最初に就任したサラディンは直属の兵士にイクターを授与し、父のアイユーブにゲ・エジプト、兄弟のトゥーラーン・シャーニュエ、エジプトを与えた。支配体制が確立していない、サラディン時代には王族やアミールが自分が望むイクターの授与、保有を求めて国家と衝突する事例がままあった。1171年から1181年にかけて行われた検では、 イクター収入の調査以外に、測量、税率の引き下げが実施され、建国されたばかりの国家の基盤づくりが進められた。アミールたちはイクターから上がる収入を、軍備や配下の放牧に当て、与えられた土地の治水事業に力を注いだ。政府が実施する運河の改作、修復事業にあたっては、それぞれのアミールに、イクターの収入に応じた作業が割り当てられ、 工事には農民たちが借り出されたイクターの所有者から、課せられる不益、徴税に反発して、土地の農民たちは、アラブ遊牧民の協力を得て、しばしば反乱を起こした。アイユー部長の支配下に置かれていた地域の正確な人口は計測されていない。コリン・マッキバディ、リチャード・ジョーンズは12世紀当時のアイユー部長の領土の人口について、シリアは約270万人。 パレスチナ及びトランスヨルダンは50万人、エジプトは500万人に達する人口を要していると推定している。ジョサイア・シー・ラッセルは同時代のレバント地方に存在した8300の村落には240万の人間が住み、10の主要都市には23万から30万の市民が住んでいたと考えている。1の主要都市のうち八が IU 部長の支配下に置かれ人口は エデッサ、ダマスカス、アレッポ、エルサレムの順に多かった。また、ラッセルは、アイユー部長時代のエジプトの農村地帯について2300の村落に330万人の人間が住んでいたと見積もり、当時としては高い水準にあった人口密度の高さはエジプトでの農業生産量の増加に貢献したと推察した。エジプトの都市部の人口は23万3100人と、 農村地帯の人口に比べて少なく、エジプトの全人口のうち都市民が占める割合は5.7%にとどまっていた。エジプトの都市部の人口密度も高く、その原因は都市化と工業化の進展に求めることができる。当時のエジプトの主要都市の人口は以下のように推定されている。1190年に発行された硬貨、アイユ時代のエジプトで製造された陶器 アイユーブ朝の政治体制は安定していなかったものの、エジプトシリアの経済は順調に成長を遂げていく。アイユーブ朝では農産物の生産量を増やす様々な政策が実施され、農地の考えを容易に行うために運河の改策が行われた。アイユーブ朝時代のエジプトではナイル川を利用した農業が経済の基盤を成し、小麦、綿花、砂糖、キビの栽培が、 盛んになった。年間のナイル川の水量に異変がない場合、エジプトではヨーロッパに比べて4から5倍多い量の小麦の収穫が見込まれ、シリアの1.5倍の税収が期待できた。アイユーブ町時代に砂糖キビ栽培はゲエジプトから上エジプトに拡大し、砂糖商人やスルターン、アミールによる製糖工場の経営が盛んになり、 砂糖は輸出品の中で重要な地位を占めるようになる。エジプト中部の農業地帯であるファイユーム地方は国家収入の財源となり、サラリンの地勢にはエジプト内の全イクターから上がる収入の約8%がファイユーム地方のイクターで占められていたと考えられている。十字軍勢力との構想が アイユー部長とヨーロッパ諸国の経済関係の発展を妨げることはなく、二つの異なる文化の接触は、経済活動、農業をはじめとする様々な分野において、双方に良い影響をもたらした。サラディン死後の後継者争いに勝利して、エジプトダマスカスを勝ち取ったアルイコールアーディルは、エルサレムの回復と十字軍勢力の弱体化によって、 サラディンが宣言したジハードに意義が見出せないと判断し、キリスト教勢力との共存、通商関係の構築を試みた。1202年にアルカーミルとベネツィアの交渉により、ベネツィア船のアレキサンドリアやダミエッタなどのナイル川デルタの港湾都市への入港の許可と船舶の保護と引き換えに、ベネツィアはエジプト遠征を試みるヨーロッパ諸勢力に対して、 一切の援助を行わないことが約束された。IU 部長の領土内には、ベネツィア人の居住区が設置され、領事館の開設が認められる。生姜、アロエ、明板、そしてアラビア半島とインドからもたらされた、香料、香水、香油がヨーロッパに輸出され、グラス、陶器、金銀細工などのイスラーム世界で製造された工芸品はヨーロッパで陳庁された。 アイユーブ町と十字軍の間に生まれた交流を通して中東、中央アジアで生産された絨毯、カーペット、タペストリーが製法に紹介され、ヨーロッパ世界の衣服や家具の様式に新しい風を吹き込んだ。また、アイユーブ朝及びザンギー町との交易によって、ゴマ、キャロブ、キビ、米、レモン、メロン、アンズ、エシャロットといった植物がヨーロッパにもたらされた。 イラク方面の混乱のため、東西交易においては、航海を経たカイロが主要な経路になり、カイロ、アレクサンドリアは交易の拠点として繁栄する。航海の安全を確保するために、保安線の配備、中継基地の建設が実施され、航海を通る商人はその恩恵に預かることができた。イエメンのアデンから航海、ナイル川を経て、カイロ、アレクサンドリアに至るルートでは、 カーリミー商人が活躍し、彼らは香辛料、絹織物、陶磁器などの小取引に従事していた。IU 部長は十字軍勢力と公開交易の独占権をめぐって争い、1183年にアイザーブ沖での戦闘でエジプト艦隊が十字軍艦隊を破った後、カーリミー商人が公開交易を独占した。カーリミー商人は、 地中海方面の公益活動では、ジェノバ、ベネツヤの商人と競合していたが、公会では公益活動の独占権を有していたため、国際貿易において、IU 部長は強力な地位を保っていた。そして、インド洋を経た公益活動も、カーリミー商人が半ば独占する形で展開されていた。カーリミー商人のインド公益の活性化に伴い、 彼らから徴収した諸々の税金で国庫が潤された。IU 部朝からマムルーク町にかけての時期に、カーリミー商人の活動は活発化し、財政収入の増加にも貢献した。国際貿易の発展に伴い、再建と銀行制度の基本的な原則も発達していった。ユダヤ人、イタリア人の銀行家はシリアに代理店を置き、形状的に営業する店舗には、 遠方の主人に代わって取引に従事する人間が駐在していた。小取引には手形が用いられ、シリア各地の銀行では預金制度が利用されていた。カーミルの知性には国家財政は厳格に統制され、彼の死後に国家予算の1年分に相当する貯蓄が残されたと言われている。また、13世紀のイタリアでは、 レバント公益に従事したイタリア商人によって、イスラーム諸国から支払手型の概念が導入される。小切手を意味するアラビア語のサック、ペルシア語のチェックが英語のチェックの語源になったと考えられている。安定した農業活動とカーリミー商人の活躍により、カイロはバグダードに代わる大都市への発展を遂げてゆく。スンナ派保護の方針もあって、アイユ部長時代にはエジプト、 シリアに多くのマドラサが建設される。国家によって建てられたマドラサは教育以外に、スンナ派の知識を普及させる役割も備えていた。16世紀までにダマスカスに建てられたマドラサのうち、約半数が、アイユー部長時代に建設されたもので占められていた。12世紀末の旅行家、イブンジュワイルは、サラディン時代のダマスカスには20のマドラサ。 数多くのスーフィーの道場が建てられていたことを記録し、マドラサの建築事業はサラディにより、後のアイユーブ朝のスルターンに継承された。そして、スルターンだけでなくスルターンの妻や、娘、有力な軍人や、貴族もマドラサの建設と、資金援助に携わっていた。アイユーブ朝では、シャーフィー学派が主要な地位を占めていたが、シャーフィー学派以外のスンナ派四大法学派の、 マドラサも建設される。IU 部長成立前のシリアには、ハンバル学派とマーリク学派のマドラサは存在していなかったが、IU 部長期にシリアに初めてこの二つの学派のための独立したマドラサが設置された。1170年秋に、カイロにシャーフィー学派とマーリク学派のマドラサが開設され、翌1171年にサラディンの老い、 タキー・アティーン・ウーマルによって、より豪華なマドラサが建設された。サラディンに仕えた学者のイブン・シャッタードによれば、当時のダマスカスには40のシャーフィー学派のマドラサ、34のハナフィー学派のマドラサ、10のハンバル学派のマドラサ、最後に3つのマーリク学派のマドラサが存在していたという。シーア派の最高学府である、アルイコール・アズハル大学の存在は軽んじられ、 マムルーク朝の成立まで、アズハル大学の影響力は失われる。サラディンと彼の後継者は、他のイスラーム国家の権力者と異なり、牽制を講じするための大規模なモスクの建設事業を行っておらず、マドラサの建設事業に熱意を注いでいた。エジプトに住んだ派を復活させたサラディンはこの地に住のマドラサを建設し、彼の死後に、 エジプトにはさらに25のマドラサが建てられたが、それらのマドラサの場所は、スタートに集中していた。エジプトに建てられた多くのマドラサは、シャーフィー学派に属し、残りは、マーリク学派とハナフィー学派に属していた。イマームのアイコールシャーフィーの病に隣接する場所に、建てられたマドラサは重要な巡礼地となり、スンナ派の信奉者が多く集まる場所となった。エジプト。 エルサレム、ダマスカスには交換によって26のマドラサが建てられたほか、当時としては珍しく、市民によって18のマドラサがエジプトに建てられ、その中には2つの医療機関が含まれていた。マドラサには原則的に教師と学生が寄宿する規定が設けられており、多くのマドラサは住宅としての役割も備えていた。教師たちは法学、進学、 伝統的なイスラーム諸学を教授し、彼らの給与は、マドラサの枠府から捻出されていた。そして学生たちは、宿舎、研究を志す、様々な分野の教授、定期的な奨学金を利用することができ、彼らが必要とするものはおおよそ与えられていた。アイユ部長時代の社会では、マドラサは、権威ある機関と考えられ、マドラサで教育を受けていない人間は公職に就く。 ことができなかった。しかし、愛勇部長時代に建設されたマドラサの多くは、教育、居住に十分な空間が確保されていなかった。多くのマドラサには建設者の墓が併設されており、墓は、校舎とともに、枠府によって維持され、近接する校舎で栄承される降乱によって、埋葬された死者の魂の安寧が保障される、恩恵に預かることができた。このためマドラサは、 学級機関以外に霊病としての役割も備えるようになり、後継国家のマムルーク朝でもこの傾向は続いた。高度な教育を受けた IU 部長の君主は学問と教育の有力な保護者となり、新たに建設された研究、教育機関と王朝内の学芸の保護者によって、様々な分野で寸な派の知的活動が復活し、特に医学、薬学、 植物学の分野に関心が集まった。アイユー部長時代のエジプト、シリア、メソポタミアには多くの学者、医師が集まり、カイロにはイブンマイムーン、アブドゥルラティーフ・バグダーディなどの学者が集まった。医師の中には、アイユー部長の王族に直接雇われ、スルターンの辞意になった者もいた。また、サラリンは、ヌールッティーンがダマスカスに建設した病院を模して、 カイロに二つの病院を建設した。カイロのアズハル公園に残るアイユーブ長時代の城壁アズハル公園の外に建てられたあるバーキオや門の 3D スキャン。頑強かつ美しい石材を生かした力強さがアイユーブ長時の建築物の特徴であるが、同時に装飾が過剰であるという指摘もされている。自然の地形に沿った城壁の構築といった。 アイユー部長の要塞の建築に用いられた技術の一部は十字軍から吸収したものだった。アイユー部長は、ファーティマーサから出し狭間、円筒などの多くの建設技法を継承していたが、同時に、円状の都市計画をはじめとする独特の様式の発達も見られた。アイユー部長期に、エジプトに建てられたマドラサは姿を止めていないものの、建築史に影響を与え、 アイユーブ朝で育まれた古典的なアラブ府建築様式はマムルーク町に継承される。一方、モスク建築の技術はファーティマ町時代のものと比べて大きな変化は見られない。アイユーブ家、地方の統治者、ウラマーなどの有力者の家に生まれた女性は建築事業の熱心な講演者にもなり得た。ダマスカスは長きにわたって女性による 宗教施設の建設事業が推進された場所であり、15のマドラサ、6のスーフィーの道場、26の宗教、事前施設が建てられた。ファーティマ町の最小に就任したサラディンは、カイロ市内の最小の館で政務をとっていたが、カイロの市街地下が進展したために、館の警備に困難をきたし、サラディンはカイロ郊外に新たな居城の建設を計画した。 カイロ南のムカッタムの丘に城塞が建設され、サラディン没後の1207年に完成した城塞は19世紀に至るまでエジプトの君主の居城として使用された。サラディンは、フスタートとカイロを囲む城壁の建設も試みたが、完成には至らなかった。サラディンが建築した王の居城とカイロの旧市街を結ぶ道に沿って新たな市街地が形成され、 広大の回路の発展の方向性が定まった。IU 部長期には、シリア北部のアレッポに、印象的な建築物が多く建てられ、城塞の修復と用水路の拡張、通りと外区への噴水と、ハンマー,ームの設置といったインフラストラクチャーの整備が実施される。また、町の各地に、数十のモスク、マドラサ、霊廟が建立された。アレッポの町並みに、 大きな変化が現れたのは、サラディンのコアイコールザアヒルガーズイーの時代である。城塞、用水路、鳥で、城壁の外の地域の開発の4点に、アイユー部長時代のアレッポで実施された建設事業の成果が残されている。ザンギー町のヌールティーンによって建てられた城壁が、アイコールザアヒルによって取り払われた時から、 町の再開発が始まり、頻繁に外敵の攻撃にさらされたある次ン門と、あるナサー門の間に広がる、北、北西の城壁の修復が行われた。東側の城壁は南東に拡張された際、アイコールザアヒルの希望を組んで市外の荒廃した、要塞やら、アットアルシャリフが城壁の中に収められる。また、アレッポでの建築、城壁の拡張には、 アイコールザアヒルだけでなく彼の息子や配下の将校たちも関わっており、塔の中には王子たちの名前が刻まれたものもある。アルイコールアーディルの娘イテイハの公園によってアレッポに建てられたフィルダウスマドラサは、アイユーブ朝時代のシリアに建てられた代表的な建物として知られている。1256年にアンナーシリユースフによって再建されたキンナスリーンモンは、 中世シリアの軍事建築の最高傑作として名高い。1260年のモンゴル軍の攻撃でアレッポは多大な被害を受け、IU 部長期に建設された防御施設のほとんどが失われた。サラディンによってエルサレムが占領された後、町では家屋、スーク、ハンマーム、巡礼者のための宿泊所の建設に多額の費用が投入され、エルサレム旧市街の神殿農家に、 多くの施設が建てられた。エルサレムを占領したサラディンは、アクサーモスクと岩のドームから、キリスト教的な要素を取り除こうと試みた。アクサーモスクに描かれたキリスト教の図柄が取り払われ、岩のドームの内部に置かれている巨石から覆っていた、大理石が剥がされた後、石は、サラディンの甥い、タキーウッディーンウマルによって、バラ水で清められる。エルサレムうちの多くのキリスト教会は、 モスク、マドラサに改装されたが、聖墳墓教会は、キリスト教会のまま留め置かれた。聖アンナ教会は、サラディンの名前を冠したマドラサに、聖墳墓教会近くの大使教官は、ダルビーシュの宿泊所に改築される。1217年にアクサーモスクのミフラーブが修復され、アルムアッツムによって、モスク北側の三つの門に、ポーチが取り付けられた。 1219年の第5回十字軍に際し、十字軍によってエルサレムの城壁が利用されることを恐れたムアッザムは城壁を取り壊した。町に愛着を持つ人々は、ダビデの塔をはじめとする防御施設の破壊を嘆き、城壁の破壊が住民に不安を与えたために人口の流出と町の衰退を招いた。 サラーフッティにンアルアジーズアルマンスールムハンマド一世。あるイコールアディルアルカーミルあるイコールアディル二世。サーリフトゥーランシャアルアシュラフムサーサラーフッティーン。あるイコールアフダルあるイコールアディルアルムワッザム。アンナーシルダーウード。アルアシュラフはイコールサーリフイスマーイールアルカーミル。あるイコールアディル二世や。イコールサーリフナジムディーン。アイユーブアイコールサーリフイスマーイルアイコール。 サーリフ・ナジュム・ティーン・アイユーブ・トゥー・ラーン、シャー・アンナーシル・ユースフ・アルム・ザファル、ウマル・アル・マンスール・ムハンマド・アンナーシル・キリジ、アル・スラーン・アルム・ザファル、マフムード・アル・マンスール・ムハンマド・ニセイ、アル・マンスール・マフムード・アルム・アイアド、アブル・フィダー・アルイコールアフダル、ムハンマド・トゥー・ラーン・シャー・トゥグ・ティキン・アル・ム・イッツ、イスマー・イール・アンナーシル・ガーズ・イ・イ・イブン・ジュバイル、スライマーアン・アル・イコールマスウード・フ。 ありがとうございます。